ジョン・ライドン、ジョン・ライドン、1956年1月31日体はイギリスのミュージシャン。ジョニー・ロットン、腐れ、このジョニーの意のニックネームでパンクロックバンド、セックスピストルズのリードボーカルを務め、解散後はパブリック・イメージ・リミテッド・イールを結成した。ジョニー・ロットンという名前は彼がセックスピストルズに加入した時、 ギタリストのスティーブ・ジョーンズが彼の歯の汚い状態を見て腐ってる。お前の歯、腐ってるぞ。と発言したことがきっかけで彼のニックネームとなった。2002年 BBC が行った100名の最も偉大な英国人投票にて第87位に選ばれている。九種の選ぶ歴史上最も偉大な100人のシンガーにおいて第14位。 ジョン・ライドンは1956年1月31日にロンドンのフィンズベリーパークで生まれた。両親がアイルランド系の貧しい労働者階級の家庭で育ち、3人の弟と共にフィンズベリーパークで成長し、当時のイギリスにおけるアイルランド移民はジャマイカ系などの黒人と同様激しい差別を受けていた。ライドンは自伝、ノーアイリッシュ、ノーブラックス、ノードックスで、 子供の頃、通学の途中に差別による透析を頻繁に受けたと語っている。7歳の時に、髄膜炎を患い、3ヶ月近く、昏睡状態に陥った、後遺症から記憶の大部分を喪失する。意識が戻った時には、両親の顔は無論、自分の名前すら思い出せない状態だったため、医師の勧めで脳の機能を回復させるための刺激療法を受けることになり、 髄膜炎治療の入院に一年、周囲との隔たりを埋めていくのに三年もの時間を費やした。それが原因で、小学生の頃はいじめられっ子であった。何もかも一からやり直しの状態であったが、母親の熱心な教育のおかげで人並み以上のレベルまで取り戻すことができた。彼は、この病気の過去を、ロットンへの道を歩み始める第一歩と語っている。なお、 この病の影響で20歳代に10センチメートル以上身長が伸びた。小学生時代とは打って変わり、中学生からのライドンは退学処分されるほどの不良となり、10代後半はマルコム・マクラーレン、デザイナーのビビアン・ウェストウッドが共同経営者のブイック、セックスに頻繁に出入りするようになる。この店を溜まり場としていたライドンをリーダー格とする不良グループ、ジョーンズは、 メンバー全員の名がジョンであることから名付けられた。1975年にマクラーレンがアメリカのバンドニューヨークドールズとのショーツアーから帰りスティーブ・ジョーンズやポール・クックと共に新たなバンドの結成を模索していた時ライドンが現れた。ライドンはアイ・ヘイトとサインペンで殴り書きされたピンク・フロイドの T シャツを着ており店内でのオーディションでアリス・クーパーの 18を歌った。そしてバンドへ加入。バンド名は、セックスピストルズに決まる。ピストルズは、アナーキー・イン・ザ・ユーケーや、ゴッド・セーブ・ザ・クイーンなどの歴史的な曲を発表し、パンクの有名バンドとなった。曲は主に、メンバーのグレン・マトロックが書いていた。ピストルズの後期、ライドンは、ヘロイン中毒である親友のシド・ビシャスの薬物治療の、 手助けをするが、結局シドビシャスはヘロインをやめられずまともに演奏できる状態ではなくなった。メンバー間の不仲も頂点に達し、バンドは最悪の状態になり、1978年1月14日、アメリカツアーのサンフランシスコ最終公演を最後に、ライドンは、脱退を表明。ラストライブの最後に、騙された気分はどうだいと言い放っている。脱退表明時には、 ロックは死んだと宣言した。後に、シドビシャスと恋人のナンシーは死亡している。ライドンは1978年4月に、ベースのジャー・オブル、ギターのキース・レビン、ドラムのジム・ウォーカーと共にパブリック、イメージ・リミテッド、ピルを結成し、ファーストアルバム、パブリック・イメージを発表する。メンバーと音楽性を変遷させながら、活動を継続するが、1992年に、 活動休止となる。1993年、初の自伝、ロッテン、ノーアイリッシュ、ノーブラックス、ノードックスを発表。日本では1994年に、スティル、エーパンク、ジョン・ライドン自伝のタイトルで発売された。1996年にセックスピストルズを再結成。ワールドツアーを開催し、約1ヶ月にも及ぶ来日ツアー公演を行う。 1997年には、初のソロアルバム、サイコパスを発表する。2007年、音楽ゲーム、ギターヒーローさんでジェンドオブロックに、アナーキー・インザ・ザ・ UK が採用されたことで、本作の PR を始めるようになり、セックスピストルズとして、久しぶりにどうすることになる。2003年以来ライブは行われていなかったが、ピストルズのスタジオアルバム、勝手に仕上がれ。 の発売30周年を記念し、11月にイギリス国内で再結成ツアーを行った。2009年にピルを再結成し、12月にイギリス国内で数回コンサートを行う。2011年にサマーソニックに出演。2012年に20年ぶりとなるアルバム This is Pill を発表した。2014年2作目の次元となる Anger is an Energy. マイライフワンセンサードを発表。2016年にジョン・ライドン・新次元イカリはエナジーとして日本で発売された。2000年代に入ってから積極的にテレビへの出演を重ねるようになり、2004年にイギリス ITV のリアリティ番組 i am a m a c e l e b r i t y Get Me Out of Here に出演。ジャングルでのサバイバルを他の出演者と競い合う番組で、 ライドンは尻をカメラに突き出したり、ダチョウにつ,つかれたりと集体をさらすが、この番組によって、皮肉にも、一流コメディアンとして世間に再認識されることとなった。その後、イギリスディスカバリーチャンネルにて、ジョン・ライデン、S メガバックスなる昆虫をテーマにしたシリーズものに、名パーソナリティとして出演。その他、白いチンパンジーやホージロザメの特集番組にも、それぞれ出演する。 これらのテレビ出演について、後に、ライドンは、バージンレコードに強いられた、法な縛りのせいだったことを明かしている。2008年6月4日、リアリティ番組の収録中ライドンに暴力を振るわれたとして、番組の女性プロデューサーが、米ロサンゼルスの裁判所に訴えた。反抗的で不良じみたスタイルをまとってはいるものの、聡明な一面を持っており、 英国及びその隣国の現代史をテーマにした番組に出演した際、英国を偉大なものにしたのは何かという体に対し、俺だろうとわざとシニカルに振る舞った。猫背は幼い頃に打った脊髄注射の影響で睨みつけるような目つきはそうしないと焦点が合わないためであり、髄膜炎の後遺症である。音楽について音楽は 俺のすべてなんだと述べる一方で、昔から一貫して、音楽ビジネスってやつを否定的にしか見れないと述べている。攻撃的なスタイルである一方、病の後遺症の回復に尽くしてくれたこともあり、大変な母親思いという一面も持っている。ピストルズ以降の音楽活動では、ピルでポストパンクの先陣を切って以降、オルタナティブロック、ポップ、 ダンスなど、パンクにとらわれない幅広い音楽性を展開してきた。母親が音楽ファンであり、少年時代から様々な音楽に触れてきている。1970年代後半、それまでのイギリス、そして世界のロックシーンを支配していたレッド・チェッペリン、ピンク・フロイド、ロッド・スチュワートなどは、コーポレート・ロック、オールド・ウェーブ、ダイナソー・ロックとレッテルを貼られ、嘲笑された。 この頃に、ライドンはレッドチェッペリンのボーカル、ロバート・プラントの前にふざけてひざまつき、神のごとく拝める仕草をし、プラントに頭を蹴られそうになったことがある。しかしレッドチェッペリンそのものの音楽性は好みだと言い,い、主に後期チェッペリン、後年になると、プラントの作詞能力を認める発言もしている。本人曰く、フィジカルグラフィティこそ最高だ。とのこと。 2012年1月のアメリカにおけるトークショーでは同バンドのレコード数は素晴らしくメンバー数名も個人的に知っていて良い奴らだと語っている。ピンクフロイドについては後年、俺は初期のピンクフロイドが大好きなんだ。もちろん70年代のいくつかの作品も好きだけどなと語っている。特にシュドバレットに対する評価は常に好意的なものである。 ポール・マッカートニーについては彼のことは好きだ。長年にわたっていい曲を書いている。ロックの歴史であの位置にいるのは当然だと評している。またライドンはフォークシンガーのロイ・ハーパーのファンでもある。クリスチャンバンドの U2 については存在すべきじゃないバンド。あいつらの曲には人生経験なんかないと評している。また、コールドプレイヤー、レディオヘッドにはイライラする。 魂がこもってない。無意味にしか見えない。ナイスだが、ただの戯言ごとだと発言している。タワーレコードのバウンス氏が過去に報道したところでは、ライドンはエンゲルベルト・フンパー・ディンクのファンでもあ。女性ボーカルバンドや女性ミュージシャンが大好きで、シンディ・ローパーとは特に仲が良い。ピル時代、96年ピストルズ再結成時を通じて、ツアーの前座には、 新人女性ミュージシャンバンドを擁し、ソニックユース、シュガーキューブスや L7 などがブレイクを果たしている。ピル時代は、開演前の BGM もダイアナロスやマドンナなどを流していた。レディガガを知性に裏付けられた、独創性があると称え、彼女のヒット曲、パパラッチなどを例に、ケイトブッシュの聖域が非常に高いにもかかわらず、本当に心に響いたとも褒めていた。 レディガガについて、彼女は最高だよ。パパラッチは2009年の傑作の一つだと思っている。彼女は面白くて頭がいいと評している。マドンナについては、しけててがむしゃらで真面目くさってる。彼女は好きじゃない。面白くないからなと評している。表だってあまり公言はしていないものの、ザ・キンクスのファンであり、特にレイ・デイビスに対して敬意を表している。 楽器の頃に、ユーリアリーガとミーを聞いて、すべてが決まった語っている。また、ピルのあるレコーディング中にアレンジで行き詰まった時、誰かに、キンクスみたいにやったらどうだと言われたんだが、いつの時代のキンクスだよ、レーデービスの風の幅の広さを分かってないくせに、って反論したよ、とかなりのマニアぶりを伺わせる発言もある。スウェーデン出身の音楽グループアボのファンであることを、 公言している。セックスピストルズ時代、マネージャーのマルコム・マクラーレンに、サブミション、イコール服従、屈服に関しての死をかけと言われたライドンが後日持って、来た詩は、サブミション、潜水艦の任務に関してのものであった。ピストルズの社会風刺の効いた過激で、ストレートなメッセージ性の強い歌詞は、ライドンの手によるもので、アナーキー・イン・ザ・ユーケでのアンチ・キリスト発言。 キリスト教圏内ではありえない、タブーや、ゴッドセーブザ・クイーンでは、女王は人間じゃない、王室は民衆を白地にするなどの痛烈な王室性、批判度過激な歌詞をぶちまけている。これらの歌詞や言動によって、ライドンは、右翼や国家警察の目の敵となり、ピストルズ時代の1977年6月に、国粹主義者に襲われ、ナイフで、 足や左手の平らを貫通するほどの怪我を負っている。この後遺症で、左の拳が握れず、ギターも弾けなくなった。警察にも、幾度となく家宅捜索や、別件逮捕され、そのため2007年現在も、イギリスからアメリカに居住を移したままである。ライドンは、イギリスの保守派全般に危険人物とみなされた。ライドンは、俺たちの、 若い時期の人生の大部分をサッチャー政権時代が占めており、それに目いっぱい抵抗することがピストルズの役目であり挑戦だった。自分たちでもそれなりに精一杯やったと思うよと述べている。楽曲ライズについて、この曲は20年くらい前に書いたもので、ネルソン・マンデラと当時の南アフリカ警察の拷問の手法について扱ったものなんだ。だから、俺には本当に、 痛みの伴う作品なんだと述べている。2013年に再結成、ピルとして北京と上海で行う公演のため中国に入国する前に当局からこれまでの歌詞をすべて提示するよう要求されている。ライドンは政府にこれまで書いた歌詞をすべて見せろと言われた。驚いたことに許可が降りた。相当趣味が良いか。 そもそも俺が何やってるのか分かってないかのどちらかだと述べている。アメリカのテレビ番組でシドビシャスに関してコメントを求められた時はピストルズなんて聞いたことないんだろ。と悪態をつきながらもあの頃はみんな自分のことだけで精一杯で誰もあいつを助けてやれなかったんだと言って涙を見せた。ジョンにとってシドは悪ガキ時代の大切な仲間だった。 ザ・フーのピート・タウンゼントは映画クアドロフェニアの主演の最初の候補にジョニー・ロットンを想定していたと語っている。また、ライドンはピート・タウンゼントにはアマチュア時代から目をかけてもらっており、ピートは俺にとって父親のような存在だ。と述べている。ピート・タウンゼントもジョンはすごいダイヤモンド。インテリで頭が切れると絶賛している。 ローリングストーンズについては、まあ、頑張ってほしいよ。ストーンズは、俺の敵じゃないミック・ジャガーは、俺たちにとってはすごくいいことをいくつかやってくれてて、初期のセックスピストルズで、シドが、面倒ばっかり起こしてた頃、ミックが裏で動いてくれてて、俺たちに弁護士やらいろんなことを紹介してくれてて、当時の俺たちにはできる、はずのなかったことを提供してくれてたんだと述べている。 ピンクフロイドのシドバレット、デビット・ギルモアや、ロジャー・ウォーターズとも親交があり、マリブの邸宅は近所なのでよく連れ立って、リムジンに同情し、パーティーに出かけたりしている。ニューズウィークのインタビューで、ライドンは、ドナルド・トランプや、グリーンデーなどについて語っている。妻・ノラとは、法的には、結婚をしていないことを明かしているが、彼女のことは妻だと紹介している。ノラは、 ライドンより14歳年上で、彼女の娘はスリッツのボーカリスト、アリアップである。また、ノラはドイツの大手出版業者の資産家の娘で、ライドンは彼女の資産を運用し、不動産開発業者になったと噂があるが、事実はライドンがイギリスの日韓紙ザ参ダ団で発言したものが広まっていっただけである。 1988年12月21日に起こったパンアメリカン航空103便爆破事件のロンドン発ニューヨーク行き便に登場予定だったが妻、ノラの荷造りが間に合わず乗り遅れ結果的に命拾いをしたライドンは俺は30年間妻と一緒にいる礼儀正しい男今でも愛し合っていると発言している楽しくご覧になりましたら購読と良いです クリックしてください。